カノリス・ギュラン作の肖像画、ブルックリン美術館像、エミリー・ウォーレン・ド・オブリングはアメリカの土木技術者、ニューヨーク州コールドスプリングでシルバヌス・ウォーレンとフィービー、ウォーレンの娘として生まれた。12人兄弟の下から2番目であった。2位、ガバヌーア・ウォーレンから教育支援を受け、2人の関係はとても良好であった。南北戦争中の百六十四年、 本部で第五軍団を指揮する兄を訪問した。訪問中、ブルックリン橋の設計者、ジョン・ローブリングの息子で土木技師のワシントン・ローブリングと出会った。二人はすぐに恋に落ち、1865年1月18日に結婚した。ギフジョンがブルックリン橋の建設に取り掛かり、ワシントンとエミリー夫妻はヨーロッパにケイソンの使用についての研究に行った。 1867年11月、一人息子ジョン・エイローブ・リング2を出産した。ヨーロッパから帰国すると、ギフ・ジョンが死亡し、夫・ワシントンがブルックリン橋建設の担当となった。彼は建設に没頭するにつれ、減圧症の症状が出始め、ついに寝たきりとなった。そこで、エミリーが初の女性フィールドエンジニアとして、橋の建設に携わるようになった。 夫を見舞い、夫と作業員の間の情報を中継し、建設作業の進捗状況を報告した。その間、夫から材料強度学、応力解析、ワイヤーロープ、カテナリー曲線計算など幅広い知識を教わった。不屈の投資で、日々の監督とプロジェクト管理を含め、チーフエンジニアの職務の多くを引き継いだ。1882年、政治家は、 エミリーの演説に感銘を受け、オット・ワシントンは主任技師として止まった。1883年にブルックリン橋は完成した。正式開通前に完成の印として、音取りを運び、橋を渡った最初の人物となった。開通式でエイブラム・スティーブンス・ヒュイット市長は、アンエバーラスティング・モニュメント・ツー・ザ・サクリファイシング・デボーション・オブ、 A woman and of her capacity for that higher education from which she has been too long disbarded と演説し、エミリーを褒めたたえた。現在、ブルックリン橋にはエミリー、その夫、ギフに捧げられた記念碑がある。ブルックリン橋完成後、一家はトレントンに引っ越した。米西戦争中、現地で駆除協会に参加し、シカゴ万国博覧会では、 ニュージャージー州女性マネジャー役を務めた。また、様々なところに旅した。1896年に、ビクトリア女王から贈り物を受け、ロシアで、ニコライ二世の戴冠式に出席した。また、勉学も続け、ニューヨーク大学から法律の学位を受けた。1903年2月28日に亡くなるまで、家族と過ごし、社会的にも、精神的にも、 活動的であった。ローブリング、エミリー・ウォーレン、ノーツ、オン・ザ・ウォーレン・ファミリー・イン・ザ・ペンディックス、ページ446、ザ・ジャーナル・オブ・ザ・レバ・レンド・サイラス・コンフォート、リピンコット、フィラデルフィア、1903ワインガート、リチャード、エンジニアリング・レジェンズ、グレート、アメリカン・シュビル・エンジニアズ、ページ56、アス・パブリケーションズ、2005、A.B. ペトラッシュ、アントニア、 モアザンペティコッツリマーカブルニューヨークウィメンページ80 Globe,、グローブピークワット、2001、ABC ローガン、メアリー、ザパートテークンバイウィメンイン、アメリカンヒストリー、ページ297、ザペリー、ナレイパブリッシング CO、1912、ペトラッシュ、アントニア、モアザンペティコッツリマーカブルニューヨークウィメンページ82、グローブピークワット、 2001ペトラッシュアントニアモアザンペティコッツリマーカブルニューヨークウィメンページ83グローブピークワット2001バトラー WP ケイソンディジーズデューリングザコンストラクションオブザイーズアンドブルックリンブリッジワインガートリチャードエンジニアリングレジェンズグレートアメリカンシビルエンジニアヒストリカルマーカーデータベースフォトオブ エミリー・ウォーレン・ローブリング・ブラーク・ハット・ペトラッシュ・アントニア・モアザン・ペティコッツ・リマーカブル・ニューヨーク・ウィメン・ページ89・グローブ・ピーク・ワット・2001・ローガン・メアリー・ザ・パート・テイクン・バイ・ウィメン・イン・アメリカン・ヒストーリー・ページ298・ザ・ペリー・ナレイ・パブリッシング仕様・ CO 19・1912・ AB ・ペトラッシュ・アントニア・モアザン・ペティコッツ・リマーカブル・ニューヨーク・ウィメン ページ88グローブピークワット2001ありがとうございます。